女の子だから抗議するプーチン政権下のロシアの女性たち。ロシア社会では男女の役割分担やジェンダーに関する偏見が根強く残っており、女性たちが抱える問題や不平等な状況が多くあります。しかしプーチン政権下ではこうした問題に対する取り組みが進まず、むしろ女性たちの権利が後退しているとの指摘もあります。そうした中で女性たちは女の子であることが理由で政治的社会的な不平等や抑圧に立ち向かっています。具体的にはセクシャルハラスメントや家庭内暴力に反対するデモや政治的な自由や民主主義を求めるデモなど多様な抗議活動が行われています。フェミニストは戦争に反対します、こんなメッセージを掲げるロシアの女性たちによる反戦グループの SNS ネット交流サービスに4万人以上の賛同者が集っているという。ロシアではウクライナ侵攻に反対の意思を表明するだけで逮捕される危険がある。女性たちはなぜ活動を続けているのか。反戦メッセージ SNS に4万人の賛同。将来戦争が終わった後には2月23日に軍人を称える祝日、祖国防衛の日が廃止されることを望む。侵攻が始まった2月24日は殺害されたウクライナ人を追悼し、ロシアの戦争犯罪を忘れない日となってほしい。ロシアによるウクライナ侵攻から1年が過ぎた2023年2月25日、こうロシア語で綴った文面がインスタグラムに投稿された。アカウント名はフェミニスト反戦レジスタンス。グループの中心の一人はロシア人作家で詩人のダリア・セレンコさんだ。政府批判の言葉や社会問題を書いた紙やボードを持って公共交通機関に乗る静かなピケ運動などをしたフェミニストとして知られる。そのセレンコさんが図書館や美術館などロシア国立の文化施設で働いた経験から書いた小説の翻訳が2月に出版された。女の子たちと公的機関、ロシアのフェミニストが目覚める時、エトセトラブックスだ。作品では女の子という表現が用いられている。ロシアの公的機関で働く人たちが年齢やジェンダーも問わず女の子のように一括りに扱われているという状況を指す。女の子たちが使い捨てられる労働力として働く中で社会への違和感を抱き、フェミニストとして目覚めていく様子を描いた21年の作品だ。プーチンロ大統領の写真を市民が出入りする各部屋に掲示するよう求められたり、女の子たちの行動が監視されたりしている様子も登場する。翻訳したロシア文学研究者の高柳聡子さんは、ウクライナ侵攻が始まった時、セレンコさんの小説に戦争に向かう社会の空気が描かれていると気づいた。当時セレンコさんは反プーチン派指導者アレクセイ・ナワリヌイ氏を支持したフェイスブックの投稿が原因で逮捕されていた。刑務所内から SNS を更新し、侵攻開始とほぼ同時に出所。侵攻翌日の25日にはフェミニスト反戦レジスタンスを発足させた。発足当時は主要メンバーは1人を除き匿名だった。しかし高柳さんは発足宣言の文体からセレンコさんが中心に動いていると確信したという。女性たちが本気で反戦のために立ち上がったと感じたと振り返る。激化する女性への攻撃とフェミニズム運動、逮捕などの危険もある中、なぜ反戦活動を続けられるのか。高柳さんは動機について、今暴力を振るわれている人がいるのだから救わなければという思いです。ドメスティックバイオレンス DV をなくす活動の姿勢と全く同じと説明する。もう一つ重要なのは通信手段だ。反戦運動に参加するフェミニストたちはロシア発の通信アプリテレグラムを利用してきた。秘匿性の高さで知られ、互いに連絡した証拠を残しにくい。ロシア当局の監視の目をくぐり抜け、ウクライナから避難してきた女性たちを支援したり反戦のメッセージを発信したりしてきた。高柳さんも活動への支援を考えた。しかし対ロ経済制裁の影響で日本からは物資や金銭を送れない。代わりに彼女たちの活動を日本語で発信したり記事を書いたりしている。女の子たちの出版も出版社のサイトで紹介したところ、翻訳の要望が多数届いて実現した。高柳さんによると、
現在のロシアのフェミニズム運動は10年代以降に文学と社会活動の両方で育まれたものだという。1991年のソ連崩壊後に欧米の思想が受容され、フェミニズムの研究者が登場した。女性の文学も広く評価されるようになり、若い世代の作家や詩人が旧来のロシア文学にとらわれず性の問題について書くようになった。一方、ロシアでは13年に非伝統的性的関係、同性愛について未成年に宣伝することを禁じる法律が成立した。17年には DV を批判罪化する法改正もあった。こうした情勢を背景に女性支援団体の活動が活発化し、フェミニズム運動にも火がついたという。女の子たちの著者のセレンコさんも、 LGBT など性的少数派の活動家たちの休息の場フェムダーチャを運営していたが、脅迫などが相次いでやむなく閉鎖した。セレンコさんも現在はロシアを出国し、外からメッセージを発信している。今こそ自分事として感じて、女の子たちの日本語版への序文でセレンコさんは深い後悔を吐露している。ロシアは14年にクリミアを併合し、その頃からウクライナ東部で起きた武力紛争に加担していた。しかしロシア国民を含め世界の各国もそれほど関心を払わなかった。当時から今のような厳しい非難があれば、22年からの戦争が起きることはなかったとの思いだ。そうした罪悪感は日本に住んでいる私たちにとっても決して人事ではないと高柳さんは感じている。政府は防衛費増額の方針を掲げ、23年度当初予算の防衛費も過去最大となった。気づかないうちに日本も戦争へ歩み出しているのではないかと考えるからだ。大きな政治がそばにいたのにそっぽを向かれていたから私たちは気づかなかった。政治は生活にダイレクトに影響しているのになかなか気づけない。彼女たちの後悔に私たちも学ばないといけない。勝利宣言して戦争を終わらせるのが理想的。ロシア傭兵企業創設者のプリゴジン氏、突然の終戦主張。ウクライナで戦争を遂行しているロシア傭兵企業ワグネルグループの創設者が突然終戦論を提起したと16日現地時間 DPA 通信が報じた。通信によると、エフゲニー・プリゴジン氏は14日ブログを更新し、国家権力と現在の社会のために特別軍事作戦に完全に終止符を打つべきだとして終戦に言及した。プリゴジン氏は理想的な方法は特別軍事作戦の終了を発表し、ロシアが全ての計画された目標を達成したと発表することとしながら、我々はウクライナ軍兵力を大規模に消耗させた。ある側面では実際に目標を達成したと主張した。続いて、ロシアでは反撃が始まってから前方の状況が悪化するかもしれないリスクが今なお残っているとしながら、現在の唯一の選択肢は縮小することと付け加えた。ただしプリゴジン氏はロシアの占領地返還を意味するいかなる種類の交渉にも反対するとも明らかにした。今回のプリゴジン氏の発言は約8ヶ月以上にわたる攻勢でロシアが兵力を大規模に失っている中で出てきた。ロシアの追加的な攻勢およびウクライナの反撃が思うように進んでいないことから、先制的に戦争終了を宣言して防御体制に転じることが様々な側面で有利だと判断したものと分析できる。ロシアはワグネルグループが激戦地バフムトで少しずつ前進して都市の 80% を占めたと主張しているが、ウクライナは今も都市を守っていると反論している。ロシアは兵士だけではなく将兵、幹部に至るまで士気が低下しているようですね。ウクライナの中心には踏み込めず、兵も装備も消耗し、挙句の果てにフィンランドには完全に背を向けられ、西側はロシアを敵視し、中国は消極的。1年戦った結果が多岐にわたる国力低下しかなければやる気もなくなるよ。ロシアが勝手に停戦宣言してもウクライナが恨みを押し殺して領土奪還をやめるわけがない。そんな身勝手な勝利宣言をしてもウクライナはもちろんどこの国も認めません。この戦争を終わらせる唯一の方法はロシアが直ちにウクライナ全土から全軍を撤退するしかありません。このまま突っ張っていると
敗戦に追い込まれるのはロシアです。核兵器をちらつかせていますが、実際には使えません。使えばどうなるか、ロシアもよくわかっています。第二次世界大戦終戦直前のナチスドイツの様相によく似ています。